皆さんこんにちは、総裁カウンセラーのおけいです。皆さんにとっていいお坊さんってどんな方でしょう？よく聞くのは、お酒は当然飲まなくって、お肉も召し上がらなくって、いつもきちんとした法衣をまとっていらして、で、法話が心に響く、そんな感じの条件があると思うんですね。私の周りには素敵なお坊さんはたくさんいらっしゃるんですけれども、軽い打ち合わせ、私がやってる任意団体の人並みっていうところの、会食とか座談会、勉強会ってなると T シャツで見えたりジーパンで見えたりっていう方も結構いらっしゃいます。で、それで一般市民も一緒に来られる座談会なんですけれども、そういうところにお坊さんと話をしてみたいなと思って、こう勢い込んでね、今日はたくさんお坊さん来るからお話ができると思って来た方の中には、え、お坊さんなのこの人たちみたいにちょっと引いてしまわれる方もいらっしゃるぐらいなんですけど、ただひとたび話に入るともうぐっと引き込まれて、全然その最初の印象って変わる感じなんですね。どうしてかっていうと、人並みの座談会によく来てくださる、いわゆる常連のお坊様方っていうのは、自死自殺に向き合う僧侶の会っていう、自殺対策を長年ずっと往復の手紙でされている方が多くって、そうでない方でも般若心経の本をすごくたくさん書かれている方とか、いわゆるそのお葬式の時の読経とか法要 の, 皆さんのご供養のお世話だけをしているお坊さんっていうのは一人もいらっしゃらないんですね。皆様それぞれに社会貢献活動をされていたり、その自死対策であるとか、地域で保護司をされている方とか、そんな感じの方が多いんです。で、そうした方々はですね、決してその形式をきちんとするっていうところにばかり気を配られるっていうことはなくって、それよりもやっぱり内実なんでしょうかね。はい、それで私はもう一般の人から、どうして日本のお坊さんはお肉も食べるしお酒も飲むんですかってよく聞かれますけれども、本当に大事なことってやっぱり人の相談にきちんと乗っていただけることとか、苦しみ、生老病死苦ですね、仏教のテーマである生老病死の苦しみをきちんと折り合いをつけてくださるというか、私たちの気持ちの腑に落ちるように説いてくださるということが、一番宗教者としては大切なところなんじゃないかなって思うんです。ところがこの国だと、江戸時代からあるその檀家制度のために、お坊さんの役割の8割ぐらいがお寺の維持管理っていうところに集約されてしまっていて、でお寺を維持管理するためには法事の数をこなさなければいけないですし、で土日びっちり法事が入っていらしたりすると忙しくって、あまりその社会貢献活動ができなくなっていったりで、結局ですね、なんかこう本末転倒になっていくんですね。それで昭和の頃は市民の皆さんの給料が倍々に増えていったので、入ってくるお布施もすごく増えました。で、そのために結構いろんなお寺さんがもともとは人生相談とか何でもされてたはずなんです。戦後何十年ぐらい、20年ぐらいですかね、の頃でしたら、多分都市部でも何か揉め事があったら、とりあえずお坊さんに聞いてみよう、お寺さんに行って聞いてみようっていう伝統があったと思います。私生まれた頃なんですよね。ついこの間までお坊さんって町の相談役だったっていう証拠として覚えているのが、ほんのね、10年ちょっと前、2010年ぐらいの朝の連続テレビ小説、 NHK の朝ドラだったと思うんですけど、鉄板っていう尾身としのりさんがお坊さん役で出てくるのがありまして、時代設定はもう今現在だったと思うんです。2000年代の話でした。尾道が舞台だったんですけど、そこではですね、多分髪の毛がありましたので、尾身としのりさんは浄土真宗のお坊さんの役割だったと思いますが、何か町で揉め事があるとすぐ住職に相談って言って、町の人が入れ替わり立ち替わり相談に行ってましたね。で、それを私東京で見ていて、別に違和感なかったんです。あ、今でも地方行くとこういうところあるんだろうなっていうふうに思ってました。ところがやっぱり首都圏ですと、その頃も7割の人は菩提寺がないって言われてまして、相談に行こうにも菩提寺がそもそもないっていう状態でしたので、相談にお寺に行くっていうことはなくって、何か例えば子供が学校に行かないとかね、ちょっと仕事を辞めてプラプラしちゃっている若者が家にいるんだけどどうしようとか、そういうことがあったら、きっとその相談に行く先っていうのはもう東京の人にとっては
児童相談所であったり、カウンセリングであったり、そういう、まあ、行政か精神的な、お医者さんのところですね、になっちゃってたと思います。10年前ですね。ところが、10年前の感覚で、まあ、平成に入ってましたよね。平成の中頃の時代で、でも、お坊さんに相談に行く街があってもおかしくないなって思っていたのは事実で、もう10年経っちゃうとすっかり忘れてるんですけど、本当にその感覚だったんです。私、後からもう最近になって鉄板の放映年度を調べてびっくりしたんですけど、絶対90年代だったんじゃないかっていう記憶があったのに、2010年だったので、ほんのついこの間じゃないかって思ったんですね。ですので、まあ、お寺は相談に行くところだった。まあ、都会でもきっと30年ぐらい前まではそうだったと。で、そういうお坊さんたち、人の人生相談に乗ってるようなお坊さんたちっていうと、まあ、そんなにね、いつも貧困法制でいられるはずがないで、四六時中相談に来てしまいますので、で、まあ、田舎へ行くとお酒を飲み交わしながら、檀家さんの相談に乗って差し上げたりしているお坊さんもいらっしゃいますし、むしろそのお酒の飲み友達になることが檀家さんと打ち解けるための秘訣だったりするような側面もあるので、でまたその檀家さん自体が許していればね、別段お肉を召し上がろうが、お酒を召し上がろうがいいんだと。特に日本の場合は、浄土真宗のお寺が結構な数ありまして、どれぐらいだろう。まあ、3割以上はあると思うんですよね。で、浄土真宗っていうのは、在家の教えなので、別段その僧侶であっても、一応今の、ね、現代だと、法服を着ていらっしゃいますけど、衣を、ね、着ていらっしゃいますけど、在家の人と同じでいいはずなんです。で、むしろその宗教的な儀式みたいなことを取り立ててやるっていうことは、なんとなくそういうことをしなければ救われないっていうのは否定する宗派なので、何もしなくても南無阿弥陀仏さえ唱えていれば救われるよっていう宗派。だから私の周りの人並みのお坊さんがT シャツジーパンで見えても、それはまあこの国では本当は本来の姿だと思うんですね。修行時代って3年とか、まあ、宗派によって違いますけど、1年とか3年とか4年とか山に入って修行されるけれども、実質は皆さんそのご自坊と呼ばれる、ちょっと変わった言葉ですね。ご自坊、自分のお寺に帰ってきて、いわゆるそのお寺を守るために僧侶の資格を取られているわけなので、まあ、みんな、浄土真宗じゃない方も結局、家族と一緒にお寺を守る、つまり運営だから、まあ、寺と法とお金っていうテーマに即して言えば、お寺とお金は密着しちゃってるんですよ。おかしいんですよね、そこがそもそもね。普通であれば、お釈迦様の時代を思い起こしていただけると、本当は辻々で説法しながらお布施をこういただいて、その日の分の、食べ物はそこでいただいて、そこで食べるっていうのが、宗教者の本来の姿なので、建物を守るっていうことが本来目的になってしまっていたら、そこからもう違っているっていうことなんですね。まあ、だから、もう日本では宗教って何なんだろうっていうことが考えづらくなってると思うので、まあ、ゆくゆくですね、このチャンネルではそういうことをずっと皆さんと一緒に考えていきたいなと思ってます。今日は、まあ、その身近な人並みによく来てくださる常連のお坊さんの中から、まあ、YouTube を始めたりもされている方ね、こちらのね、チャンネル登録はここに表示しておきますけれども、名取宝源さんという、私にですね、朝のお勤めのやり方を教えてくださった方です。朝のお勤めってこう、輪を鳴らしてお線香立てて、こう、ただこう、ご先祖様とか思い浮かべてすればいいんじゃないのって思うかもしれないんですけれども、やり方はね、この名取先生にこの一言言われてから私、格段に変わっちゃったっていうことがあるんです。どういうことか。もう、その、朝のお勤めが瞬間出家なんだなっていうことを教わりました。瞬間出家っていうタイトルの電子書籍を私も最近出しているので、概要欄に貼っておきますから、ちょっと見ていただきたいんですけど、瞬間出家って何かっていうと、いや、出家ってずっとできるもんじゃないですよ。人間生きてる以上、もう、例えばこれで悟り切ったって思う瞬間があったとしても、3時間もすればお腹が減って、で、それを放っておけばグーグーなってしまって、6時間、8時間も経てば、もう食べ物のことしか考えなくなってしまうのが普通で、
お釈迦様なんかはね、2週間ぐらい何も召し上がらないで苦行みたいにされてますけれども、普通の人はそんな風にできるはずもなく、やっぱり切られたら痛いし、叩かれればもうね、文句も言いたくもなるし、どんなに悟り切った瞬間があったとしても、次の瞬間には、まあ、生き物だから体が傷つけられれば何クソって思ってないと生きていけないですよね。だからその、瞬間瞬間にもうずっと悟り続けてなきゃいけないみたいなことを、まあ、私の大好きな一平上人っていう方が、いろいろな言葉にしたものを現代の感覚に置き換えて瞬間集計って言ってるんです。まあ、一平上人は時々刻々の念仏とか、まあ、年々の念仏とかっていうおっしゃり方をされてるんですけれども、ちょっと今の言葉だと難しいので、瞬間集計って言ってみています。輪を鳴らして3つの音がある。お輪を鳴らすと、まず最初にチーンと響いた鳴っている音、それから響き渡る音、そして3番目にはうなる音、3つの音があるから、これを全部聞いて最後のうなる音が消え入るまでずっと聞いてないとダメなんだよっていうふうに教えていただきました。この3つの音を全部聞き終わろうとすると2分以上おそらくかかると思うんですね。で、その間もうずっと音だけをこうじっと聞いていることができるので、終わった瞬間もう本当に瞬間集計の状態になっていると思うんです。寝る前に例えばすごく嫌なことを考えていてなかなか寝つけなかったり、今日これからやらなきゃいけないこと気が重いなとか、まあ夢で変なこと見ちゃったとか、そういったことも多分それを毎朝一回やることで綺麗に一回リセットされて、湖の水面がこう静かに鏡のようになっているような状態を作れると思うんですね。一回その状態にするっていうことが多分大事なんだと思います。が、まあ、自分、若い人はやっていなくっても、おじいちゃんおばあちゃんは毎朝輪を鳴らして手を合わせていたっていう頃と、まあ、今もされている方ももちろんいらっしゃるんでしょうけれども、そういう方が激減してしまった今、現在って仏壇のあるお宅が持ち家の人でも半分ぐらいなんだそうです。調査結果も見ます。持ち家で半分で、マンションや団地やその集合住宅に住んでらっしゃる方では、本当に4分の1ぐらいしか仏壇は持っていらっしゃらないんですね。ということは、もう手を合わせるっていう習慣なくなっていると思うんです。でも、仏壇なくっても、最近流行りのシンギングボールとかでもいいと思うんです。同じ効果はあるので、シンギングボールってね、画像出せるかな、こんな感じでなんかヒーリング系のところとかでよく扱っている鳴らすやつなんですけど、まあ、日本のと違ってこう叩くんじゃなくてこう撫でるようにして鳴らすやり方もあると思う、聞いてるんですけど、まあ、いずれにしろやっぱり響く音とうなる音は必ずセットで来ると思いますので、皆さんもぜひやってみてください。まあ、朝じゃなくてもいいと思います。寝る前でもいいと思いますし、1日のうちに1回その時間を作ると結構いろいろなことが変わってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみてくださいね。はい、それではまた次回もちょっと瞬間出家できるようなやり方を一つ知り合いのお坊さんから習ってきたのでご紹介したいと思います。では次の動画も乞うご期待、よろしくです。